こんにちは、加藤理香です。ご無沙汰しております。庭模様行ってみたいと思います。撮影してから結構時間経ってしまいました。ごめんなさい。3月16日撮影です。ずっと天気悪くてね、なかなか暖かくならなくてっていう富山県でもチューリップの芽が出始めました。さくらんぼの花が咲きました。うちにはさくらんぼの木2つあって、もう1本はね遅れて咲くんよね。インスタの方に質問あったんですけれども、さくらんぼの木と桜の木の違いなんですけれども、さくらんぼは食べるよ、桜は見るよ。桜の木にも実がなるらしいんですけど、すごくまずいらしいですよ。それにさくらんぼの木はちっちゃいよね。裏庭です。パンジービオラどっちだったっけ。これの名前もまた忘れてしまった。名札をつけてないと忘れるよね。こっちの方にもパンジー植えてて、奥にチューリップの芽が続々と上がってきております。玄関周りです。奥の方、右の奥の方にあるのがゼラニウム。枯れてる感じだけど新芽出てくるかな。ビオラ、この安いビオラ綺麗だね。また来年も買うわ。下の方にチューリップの芽出てきてるでしょ。クリスマスローズ花が咲きました。駐車スペースです。パパが作った木箱プランターの中にチューリップいるんですよね。よく咲くスミレは本当によく咲くね。下のプリムラは小メリで安く売っとったのを植えました。農協で購入したパンジー、すごい勢いがいいですよね。ミルフルが一回り大きくなってます。ヒラヒラしてますね。しまった、これの名前も忘れてしまった。セダム系もふさふさっとしてきました。ご視聴いただきありがとうございました。チューリップたちが結構大きくなってきているので、また撮影してお披露目したいと思います。また見てね。